はい、皆さんこんにちは。今日はこれ前回取り付けたケンウッドのマルチビューカメラ CMOS320 ですけども、画角の話をします。あそこにペットボトルとガス缶を置いてあります。場所はこの IPF のランプよりもだいぶ後ろに置いてあります。そしてカメラがここにありますね。これを確認できるか見てみます。ではモニターを確認します。ここにも映ってますね、ガス缶が。これ見えますかね。ペットボトルはよく見えないんですけども、ガス缶は映ってます。素晴らしい。画角が195度あるので、この IPF のライトより、まあ、後ろに置いたんですけども、ちゃんと映ってますね。うん、これはいいな。そしてスイッチ押すとこれ切り替わるんですけども、これやっぱ一番見やすいですね。ボタンを押すと、まあ、4種類に切り替わるんですけども、これがやっぱ一番見やすいですね。これはここ狭くなったり、これ下を向いたり、あと分割になったりするんですけども、一番見やすいのはやっぱりこれですね。これで私は使います。私のナビゲーションが HC309DA ですね。前回つなげましたけども、表示はこれ、テレビを押すと AUX に入力してます。なのでこれ同じ型番 HC309DA をお持ちで、まあ、フロントカメラとかつけたい方はちょっと注意してください。注意というかちょっと気になることがあります。これ音楽を聴いていて切り替えると、まあ、AUX ですね。なのでこれ別回線なので音楽聴けませんということで、まあ、常時表示させたい方は別にモニターをつける必要がありますね。私はこういう風にやって走らないので問題ないんですけども、常時表示させたい方は別にモニターをつけたり、まあ、何らかの対策が必要になりますので、はい、こんな感じですね。また気になったことがあったら動画をちょっとまた出しますんで、今日はここら辺で終わろうかな。はい、それではさよなら、また会おう。